イチョウガニ族は、広角は門南ナンコーツな十脚目、イチョウガニカノ族の一つ。本族の学名はキャンサーであるが、これは、本族の特徴である、固く幅広の廃坑が、ギリシア神話のヘーラーの剣を打ち砕き、星座のカニ座ともなったカニに似ることに由来する。また甲羅が非常に大きく盛り上がっている様子を、ヒポクラテスが、ガン細胞に見立てた、というのも、 俗名の由来の一つだと言われる。和名の由来は甲羅の形が胃腸の葉に似ていることから。体型は大ギガニカに近いずんぐりとした姿で、ハサミ足が大きめな割に、フワしがやや短いが、部分も似ているが、大ギガニカのカニがどちらかといえば、南方系の暖かく浅い海を好むのに対し、こちらはやや寒冷な海や、 深い場所を住みかとしている。体型は、どの種も甲羅が大きく、非常に盛り上がっている。体長は、広角の幅が20センチメートル近くになる、大型種から、わずか数センチメートル程度の小型種まで様々だが、一般に、小型の種ほど旋回に、大型種ほど、水深の深い場所に生息して住み分けている。ヨーロッパでは、ヨーロッパイチョウガに、アメリカでは、 アメリカイチョウガニが大きくて、味の良い重要な食用ガニとなっているが、日本産の種はほとんど利用されていない。日本近海には、イチョウガニとイボイチョウガニ、コイチョウガニの3種が生息する。以前本属に含まれていた種の中には、グリボカルチノス、メタカルサイナス、ロマリアンなどの各族に移されたものもある。その代表的な種を挙げる。ありがとうございます。